トゥーランド Vlog の時間ですよいしょー。今回は超古代縄文の神が祀られる神社、長野県諏訪大社のヤバすぎる秘密とユダヤの痕跡についてお話ししていきます。本日お話しするのは日本最古の神社とも言われる、うん、諏訪大社でございます。諏訪大社、そう、名前は聞いたことあるよね。有名よね。有名なんですよ。諏訪大社はね、うん、全国に2万5000社ある諏訪神社の総本宮であり、長野県諏訪湖周辺に存在する4つのお宮を総称して諏訪大社と呼ぶんですよ。4つで諏訪大社、そう、1個じゃない、4つ合わせて諏訪大社っていうね。諏訪大社では古くから巨木にまたがって急な崖を滑り落ちる御柱祭が催されたり、カエルを生贄に捧げる河津狩り神事や、鹿の首をスパーンって切って神に捧げる御頭祭など、ね、ちょっと他では見られないような祭りや神事が盛りだくさんなんですよ。変わってるね。変わってんのよ。しかもね、カエルを生贄に捧げたり、うん、鹿の首を切る理由は誰も知らないんです。分からんぞ。今でこそ鹿の頭は剥製を使ってるみたいなんですけど、おいおい、昔は実際にパスンと来たの。なんでこんなね、諏訪大社の祭事は特殊なのか。それはね、神話にもつながる諏訪大社の成り立ちが関係してるんですよ。成り立ち、そう、諏訪にも存在した国譲り伝説、ね、日本神話の超重要エピソードといえば、いつもの国譲りでしたよね。うん、ね、天界を進めていたアマテラスが地上を治めていた大国主に対して、地上を返しなさいと迫った大事件ですよね。あれね。大国主からしたらね、いや、地上って天界のもんでしたっけみたいな感じやし、地上を返しなさいっていう使者を送り込んできて、ね、大国主はもう頑張ってね、接待したりとか仲良くなってね、取り込んでいくんですよ。はいはいはい。で、どうしようってなって、竹三日月は問答無用でね、いつも秋葉さんかいの天張りやったんですよ。うん、で、観念と奥主はいつも明け渡しますって言ったんですけども、たった一柱だけ納得しない神様がいました。はい、それが大国主の息子竹南方ですよね。なるほどね。竹南方はね、1000人くらいってやっと動かせるようなバカでかい岩を、うん、お手玉のように、はいはい、手先にポンポンって遊びながら現れ、ね、そう、ね、すっごい強そう、うん、来神竹南方に向かって、てめえが竹三日月か、いつも渡せねえ、俺と力比べをしろと申し出るわけですよ。あの、絶対勝つ感じのね。そう確かに勝つ感じやん。勝つ感じ。こうして竹三日と竹三日月はがっつりと組み合うんですよね。はいはい。これが相撲の原型とも言われている。きた。そうだから諏訪大社にね、大きいお相撲さんの像があったりするんですよ。あ、そうなんや。そう、雷神の竹三日月めっちゃ強いから、うんうん、ね、竹三日の腕をぶっちり引きちぎってプルーンって投げ捨ててしまうんですよ。竹三日月のあまりの強さに戦意喪失した竹南方はダッシュで逃亡するわけですね。めちゃめちゃ逃げる。もちろん竹三日月も全力で追いかけてくるんですよ。やばいやばい。そう、いつもから壮絶な追いかけっこが続き、竹南方はとうとう追い詰められてしまいます。その場所が諏訪の地だったわけですよ。そうよね。そう、竹南方を殺そうと詰め寄る竹三日月に向かって、待ってくれ、降参します、ね、この諏訪の力はもう出ないし、父大国主の言うことも絶対に背かないからと約束したんですよ。うん、これによって出雲族の敗北が確定し、竹南方とその子孫は諏訪の地に閉じ込められたのです。これが危機のエピソードなんですけれども、うん、この話には実は続きがあったんですよ。うん、あ、そうなの。そうね、竹南方に敗北して絶望する竹南方、うん、ね、しかし竹南方は切り替えたんですよ。お、竹三日月には負けちまったが、うん、俺は諦めねえ。お、今度は諏訪の地でてっぺんを取ってやるぜ。あ、なるほどね。そうで決意したんですよ。はいはい。しかし、うん、諏訪の地にはすでに別の支配者が存在していました。あららら。それが古くから諏訪の地に君臨していた森谷大臣。森谷大臣。絶対に諏訪のてっぺんを取りたい竹三日と、うん、絶対に諏訪の地は譲らんぞと意気込む森谷大臣がね、うん、対峙するわけです。はいはい。で、怠慢で戦うことになるんですね。で、二人の武器はなぜか、うん、あのフック船長がつけてるみたいな、あの鍵ってやつなんですよね。はいはいはい。ね、竹南方が縁、ね、の木の枝で作った鍵で、うん、森谷大臣は鉄で作った鍵を装備してたんですよ。あら、鉄。これでこう引っかけ合うみたいな。キン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 。圧倒的戦力差で森谷大臣鉄やからね。うん、そうやね。すごい強いわけよ。絶対そうやんな。しかし竹南方はその木の枝のフックで鉄フックに勝つんですよ。すげえ。カーン、くる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 。すげえ。ね、見事森谷大臣勝利。しました。うわ、強かったんや、竹南方。こうして竹南方は諏訪のトップとなったわけです。はい。ちなみにね、うん、正木さんが竹南方やったら、はい、その後の森谷さんの扱いどうします？あー、森谷さんの扱いね。そうそうそう、ま、結構強かったんや。めっちゃ強いよ。
仲間にしたったらええんちゃう俺ボハですね随分とねだってなんか敵来た時にちょ、行ってこいっつって、ああ、ニキ早日がナガスネイクに対してそうしてたよね。あ、そうそうそう、生徒竹内もんじゃったらね、うんうん、まあそういうね、親分肌のとこはすごい素敵なんですけども、おいおい、まあ、歴史のあるあるで言ったら、まあ、殺されたりとか、まあ、追放されたりが普通なんですよ。確かに、まあ、元支配者やからね、まあ、邪魔やんか普通に考えたら。支配、そうよね、で次の支配者からすると言うこと聞かへんし、権力持ってるし人望もあるしみたいなやつやったら、確かに、おってもしゃあないみたいなね、うんうん、しかしね、うん、竹南方に敗北した守谷大臣は、うん、殺されることも追放されることもなく、なんと諏訪の権力者であり続けたんです。そう、もうこれは一体どういうことなんでしょう。負けたのに。そう、戦いに勝利した竹南方一族はその後、うん、神をその身に下ろす大法理という役職に就いたんですよね。へー。そう、大法理は神そのものとも言える荒人神であり、うん、諏訪社の頂点に位置する存在でした。うわすげえ。ける神様よね、世にも珍しい生神信仰やったんですよ。目には見えない神様を崇拝するんじゃなくてね、神が取り付いたその人自身を神として崇拝するっていう、これはね、正統竹内文書シリーズで出てきた祭祀王と全く同じシステムですよね。そうやね、下ろして。そう、ちなみにこの大法理という役職は世襲制によって、ね、代々受け継がれていたそうなんですよね。あららららら。でも明治維新の時に廃止されてるんですよ。その制度、そう、中止ねと。そして竹南方に敗北した守谷一族は、うん、あらゆる御神事を取り仕切る尋常官という役職に就任しました。まあ、ナンバー2みたいな。はいはいはい。負けてるのにものすごいポジションに行くんですよ。結構いい扱いよね。で、この尋常官は呪術によって神の声を聞いたり、うん、神に願い事をする力を持っており、うん、古くからね、諏訪地方で祀られていた御釈寺という神を扱える唯一の存在やったんですよ。ほう、御釈寺。そう、守谷一族はもともと御釈寺という神様を扱えたってことですね、うん、これだけ聞くと竹南方一族がね、神そのものとなった大法理が国のトップって感じするんですけれども、うん、古代の諏訪では幼子が大法理に即位してたらしく、うん、実質的な政治の実権は尋常官である守谷一族が握っていたと考えられているんですよ。なんで敗北した守谷一族が実権握ってんのって感じするんですけど、うん、幼い天皇の代わりにね、政治を取り仕切ってた摂政みたいな感じですよね。はいはい。しかし竹南方一族の大法理という役職や守谷一族の尋常官というポジションを考えると、出雲族の信仰と縄文時代から続く御釈寺信仰はお互いを尊重した形で溶け合って融合したということなんじゃないかと。あ、なるほどね。そう、考えられるわけですよ。実際に諏訪湖周辺には縄文遺跡がね、めちゃくちゃ発見されてて、アイヌ、琉球を除くと最後まで縄文文化が残った土地は諏訪だと言われてるんですよ。そうなんや。そう、なんとなくね、諏訪大社に独特の祭りや神事が多い理由が分かってきた気がするんですが、ここまでのお話は、うん、序の口でございます。序の口でした。なぜなら諏訪大社の奇妙な風習は出雲と縄文の融合では説明できない大いなる謎が残されているからなんです。へー。諏訪大社にはカエルをブスッと串刺しにして蜘蛛にされる川津狩り神事や、鹿の首の剥製を神に捧げる温刀祭など、生き物を生贄にして神に捧げるという祭りが知られてます。はい。かつての温刀祭は鹿の首の剥製ではなく、実際に仕留められた75頭のお鹿の首がね、捧げられてたみたいなんですよ。これって完全に生贄文化ですよね、うん、完全にそうですね。そう、しかしね、縄文時代にはこの生贄文化をしていた形跡がね、発見されてないんですよ。おー、ないんや。そう、ということはつまり諏訪にいた人々の中に、うん、日本以外のルーツを持つ存在がね、いたということですよ。確かに。そう、ここからが本番でございます。竹南方と守谷大臣が対峙した時、竹南方は木の武器を、守谷大臣は鉄の武器を持っていましたね。鉄、うん、そう、そうなんですよ。彼らは鉄を作る技術を持っていたんですよ。そういうことです。そう、つまりね、守谷一族は渡来系だった可能性があるわけですよ。はい。ね、日本以外にルーツがある民族、鉄の技術、ね、何やら雲行きが怪しくなってきましたよね。聞いてきたよ。それでは諏訪大社の神門を見てみましょう。ドン、はい、あー、これは火事の刃と呼ばれる神門でございます、うん、ね、この刃の中に入っている線がユダヤのシンボルメノラーによく似てるよって話をね、以前したことがありましたよね。はい。メノラは基本的に7本なんですけども、うん、このカジの刃も下の刃見てください、うん、7本の線になってますよね、これ。ほんまや。そうね、これ完全メノラと同じ形ですよ。うわね、またユダヤ界って感じですけども、うん、諏訪に残る伝承とユダヤの伝承には驚くべき類似点がいくつも存在するんですよ。ほう。ユダヤの旧約聖書の一節に遺作の犯罪っていうね、うん、そういうエピソードがあります。はい。
で、神に選ばれたとされるアブラハムがね、もう全然子供ができなかった。あ、子供ができなかった。で、だいぶ年取ってから、イサクっていう息子が生まれるんですけれどもね。うんうん、その大切な大切なね、目の中に入れても痛くないような息子を、はいはい。ある日突然、うん、神様ふわーってね、現れて、おう、息子を生贄に捧げるのだ。命じてきたんですよ。せっかく生まれたのに。そう。で、これは神がアブラハムの忠誠心を試すために行った試練だったわけなんですよね。はぁ、アブラハムも腹くくって、うん、イサクをぶわ縛りつけて、うわね、ナイフをグワーって振り下ろすんですよ。で、ふわーってなんか天使みたいなのが現れて、やめときゃーって言って、止めたんですよ。なるなるうん、あ、これはあのドッキリみたいな感じやからっていうか、試しただけやからって止めたの。うん、で、これによって、アブラハムの忠誠心は確かなものだったと判断されたんですよね。はぁ。で、でもなんか生贄捧げなあかんですよねみたいなって、キョロキョロってね、アブラハムが周囲を見渡すと、うん、茂みに角を絡ませたオスの羊がいたので、彼はこのお羊を神の生贄として捧げたという。これが旧約聖書に記される生贄のエピソードの一つです。はいはい。それでは、諏訪に伝わる伝説をお話ししましょう。はるか昔、ある少年が神の使いとして生贄にされそうになっていました。うわ。ね？その少年は御柱に縛られて、刀でブッスーッとね、切られそうになっていると、ヒヒーンってね、馬に乗った謎の男がこの少年をバッて解放して、人間ではなく、75頭分の鹿の頭を捧げるのだと、伝えて去っていった。あらららららこれが恩東祭の始まりになったっていう、伝説なんですよ。うわ。完全にイサクの話と一緒っすよね。ハマってますね。ハマってます。さらに、旧約聖書には、ね、イサクが殺されそうになった場所が、モリアの地だと記されているんですよね。モリアの地。そしてこの山が後に、モリア山と呼ばれることになるんですよ。ね、モリアはヘブライ語で、ヤハウェが見るという意味であり、はいはい、このモリア山が実際にどこにあるのかははっきりと分かってないんですよね。ただ、ユダヤの王ソロモンが、モリア山で神殿の建築を始めているとされてたり、ソロモンの父、ダビデの前に神が現れた場所とも記されているので、とんでもなく神聖な場所になったのは間違いないですよね。はい。竹峰方と対峙した諏訪の支配者の名前がモリアでしたけども、うん、諏訪大社の御神山とされている山も、モリア山と呼ばれてるんですよ。いやー。もうこれらのつながりは果たして偶然なのでしょうかってね。偶然ではないと言います。なんならこの守屋さんを守ってたから守屋一族やったかもしれないしね。その説あるよね。そう。さらに、御柱祭では、巨木を切り落とす木落としや、巨木ごと川を渡る川越しっていうね、そういう催しが行われるんですけども、ユダヤの伝承にも、ソロモン王がエルサレムに神殿を建てるとき、ね、レバノン杉を山から滑り落としたり、回路を使って運んだという記述が残されてまんねん。あららら。これまで日本神話ミステリー編や聖徒竹内文書シリーズでお話してきたように、古代ユダヤ人が日本を訪れており、当時の縄文文化と融合、そしてさらに後からやってきた出雲族と混ざり合ったとすれば、縄文、ユダヤ、出雲っていう、まあ、とんでもない多重構造となりますよね。そうよね。もしかしたらね、かつての諏訪地域は、あらゆる文化や宗教を調和し、共存することができる、とてつもない受け皿だったのではないでしょうか。確かに。まあ、日本には、敗戦者や外国人を受け入れる場所が各地に存在しているとしたら、ね、敗北した長曽根彦や、かぐや姫の行方も明らかになるかもしれませんよね。で、今回は、諏訪大社の秘密をお話してきましたが、次回は、古代の諏訪で信仰された御砂久地神についてお話していきたいと思います。もうこれがすごいのよ。なんだなんだ。もう一番ディープなとこ、ディープなとこ、多重構造の一番下のとこね。ここもかなり多重構造になってるんですけどもね、紐解いた結果とんでもない発見が盛りだくさんでございました。最後に森屋一族の家紋を公開して本日のお話を締めくくりたいと思います。はい、ドン。まさかの十字。まさかの十字ね。もしかしたらそのキリスト的な存在も後に現れて、はあ、あったのかもしれない。でこれ偶然なのかって話ですけどもね。すっげー混ざってる。そう。次回気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますね。概要欄にね、僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてください。ということで本日はこの辺でございます。またね。バイ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 。